はい、JJワークスへようこそ。今回はこちらの、100円ショップで売られているアクリルの定規を使って弓を作っていきたいと思います。そしてお約束ですが、小さな弓でも当たると危険なので、人や動物に向かっては撃たないようにしてください。それでは作り方に行ってみたいと思います。まず最初に定規の角に近い部分にマジックでマーキングをします。そして印をつけた部分にドリルで穴を開けていきます。次に定規の両端の部分をヤスリで削っていきます。ここは糸がかかる部分なので糸が切れにくいように丸くしておきます。そしてドリルで開けた穴にもヤスリをかけていきます。タコ糸は切れやすいので、ここでは太さ1ミリのポリエステルの糸を使っています。片方の糸が結べたら、今度は定規を押さえながら糸を結んでいきます。はい、これで弓の完成です。弓に緩みがないかしっかりと確認してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。弓作りの動画をもっと見たいよと思ったら、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた。